まっちゃまこと赤いハートです。今日の2分クッキングは美味しいカレーライス作り。2分でカレーが作れるわけないって。そこで導き出したのがこの手法。編集でカット。そう、カレーもレンジでチンできることに気づいたので同時に焼いていきたいと思います。重なり合う2つのパック、愛し合う2人のカップル、2人は互いを温め合った。ちょっと厚切りミスったんで編集でカットお願いします。新郎新婦入場まで3、2、1、はい、ドン。ご結婚おめでとうございます。あらー、新婦のお肌がツルテカで真っ白なことで、化粧水何使ってるか気になるところですが、うお、人の、これには新郎もびっくりですね。新郎の入場です。うわー、あんなに真っ白だったお肌が新郎に汚されてゆく。あなた方は互いに愛することを誓いますか。あれ、返事がない。あ、じゃあ離婚ってことでよろしいですね。おっと、新キャラ登場。誰なんだこいつは。すさまじいねっとり感、粘りつく繊維から漂う異臭が鼻を襲ってきています。破局、浮気、三角関係。待て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 、まだ新婚だというのにこんなことがあっていいのか。昼ドラかよ、ふざけるな。結婚して間もなく妻のライスを納豆に奪われてしまったカレー、彼らは今後どうなってしまうんだ。カレーライス作りを通して世の中の厳しさを学んだハーチャマ、彼女はまた一歩成長したのだった。次回のハーチャマクッキングもお楽しみに。チャンネル登録とツイッターのフォローしてねー。